政治的にも全然ダメだこれは統一教会はって言ってるのに、本当あのバカ報酬と思うと、偽リベラルの三浦瑠麗は、ただ安倍晋三そんなに好きだったの三浦瑠麗って、わけわからない、なんか関係あるの、ね、あの人たち保守じゃないんだと思うんですよ。ああ俺スネ夫だと思うんですよね。スネ夫、スネ夫、おう、いやスネ夫ね、あの大長編だとね、ジャイアンとかと一緒にいいやつになるけど、普段嫌なやつじゃないですか。だから、まあ、僕このスネ夫っていうのは普通のギャグ漫画パートのね、あのドラえもんのスネ夫ですよね。あのび太を常にいじめてるやつ。ほらスネ夫ってなんか常にジャイアンの胃を借りてのび太を攻撃するじゃないですか。うん、だからあの自分が強いものの味方をすることによって自分も強くなったと錯覚した人たち。だからもうあの安倍一強自体が7年も続いちゃったわけじゃないですか。ね。なので時の政権に逆らうのは愚かなケツの青いやつの言うことなんだっていうと、自分がちょっと賢く見えやすいっていうね。そういう状態が、まあもうほんと10年くらいもう今の日本で続いちゃってるわけですよ。だから僕、スネ夫症候群って呼んでるんですよ。だから、あれは別に保守でもリベラルでもなくて、スネ夫症候群なんですよ。なので、あの今多分統一教会擁護してる人間と、オリンピックの収賄を追求あんまりしなくていいんじゃないかって言ってる人間って結構重なってると思うんですよね。それなんでかっていうと、スネ夫症候群だからなんですよ。だから、もう体制側について、今日本ってやっぱり反体制がね、それはもう右でもイデオロギーに関係なく反体制側ってすごく弱くて、何か圧倒的に主流派が強いじゃないですか、政治的に。なので、基本的に体制側に組みして、後出しじゃんけんで、ほら、やっぱりお前たちは体制倒せなかっただろって言って、自分を賢く強く見せるっていう、スネ夫症候群っていうのがね、もうこの、霊障主義的なスネ夫症候群っていうのは、この10年、日本の言論空間で定着しちゃってるんですよ。で、彼らが今全力で統一教会を僕は擁護してると思ってる。それはなんでかっていうと、その、時のね、安倍菅岸田と政権を継承されてきた自民党政権に対して攻撃的なリベラルが今、リベラル勢力が基本統一教会問題徹底追及すべきだって言ってますよね。僕は全くそう思うやつ、ちなみにね。徹底追及した方がいいと思ってると。そこに対して、いや、統一教会の問題いつまでやってんですかみたいなことを言うことによって、ほら、あいつら統一教会で騒いだけれど、まあ、結局政権倒せなかったじゃんっていう風に、後出しじゃんけんで言いたい人たちなんですよ。で、自分を強い側に置いて、自分も強くなったと錯覚した人たちなんですよね。ただね、そんなくだらないことのためにですよ。と、あんだけのことやってる統一教会擁護しようとしてんですよ。もう完全に結構モラルの、なんか壊れてしまってる。壊れてる。うん。もう、僕はだからもうスネ夫主義者たちが行き着くとこまで行っちゃったのが、この今回の統一教会問題だと思ってるんですよ。そうだね。そうそう。